ドラえもんのび太とブリキの迷宮は、藤子、F、藤代によって執筆され、月刊コロコロコ,ロコミック1992年9月号から12月号、および1993年2月号、3月号に掲載された大長編、ドラえもんシリーズの作品。および、この作品をもとに1993年3月6日に公開されたドラえもん映画作品。大長編。 ドラえもんシリーズ第13作、映画シリーズ第14作、第11回ゴールデングロス賞優秀銀賞、受賞作品。同時上映は、ドラミちゃんハロー恐竜キッズ、および太陽は友達がんばれ、空絵文号。人類とロボットの主従関係が逆転した社会を描いた作品。かねてから、ドラえもんの物語について、 ドラえもんが便利な道具でのび太を甘やかしているという批判があり、本作の序盤でも道具に依存するのび太に対して、ドラえもんが自分の力では何もできない、ダメ人間になってしまうぞと叱責するシーンがある。こういったことから、本作の舞台である、チャモチャ星をもう一つのドラえもん世界として捉え、便利な道具に頼り切った人類の行く末を描くことで、 そのような批判への回答の一つを示しているとの見方もある。前作、のび太と雲の王国に引き続いて、ドラえもんが故障するが、今回は完全に機能停止に追い込まれ、海中に投棄されてしまう。自作、のび太と無限三剣士』同様、歴代の映画ドラえもんシリーズでも数少ない、メインキャラクターの死が描かれた作品と言える。そのため、のび太た,たちは、 物語中盤まで主人公であるドラえもん不在での冒険を余儀なくされ、伸びたと静か、ジャイアンとスネオがそれぞれ二手に分かれて別行動をとる。伸びたとスネオがそれぞれ様々な困難を解決に導き出す役割を果たす。この作品から伸びのび女役の声優が加藤正幸から中陽介に交代した。伸びすけは作品冒頭に登場し物語の発端となる。 ある日の真夜中、酔っ払って寝ぼけた、のび太のパパ、のびすけがスキーと海水浴が同時に楽しめるというブリキンホテルに部屋を予約する。その話を聞き、春休みはどこにも旅行に行けないと諦めていたのび太は大喜びし、みんなにも自慢してしまう。しかし、それがパパの夢だと知ると、すっかり落胆してしまう。ところが、翌日、 のびけの玄関に見知らぬトランクが置かれていた。トランクから出現した門を抜けると、そこはブリキンホテルの立つブリキのおもちゃの島、ブリキン島であった。ホテルの人々に手厚くもてなされ、ドラえもんとのび太は島で遊んでいたが、やがてのび太が再び道具をねだり、ドラえもんは怒りながらもしぶしぶ秘密道具を出して、説明を始めるが、のび太はそれをろくに聞かずに操作を始めてしまう。 暴走した道具によって、のびたはその場から猛スピードで走り出し、行方をくらましてしまう。呆れ果てたドラえもんは、22世紀へ帰ると叫ぶものの、しばらくして、のびたの捜索を開始する。しかし、突如として現れた謎の飛行船から電撃を受けた、彼は、そのままさらわれてしまう。秘密道具の暴走から解放されたのびたは、ドラえもんの、 22世紀へ帰るという発言を思い出し、本当に怒って帰ってしまったのではないかと不安になりながらホテルに戻る。そして、決して入るなと言われた地下室にうっかり足を運んでしまう。そこには物々しい声を発する不気味な扉があり、すっかり気味が悪くなった。彼は二度と島へは訪れないと心に決めてトランクをしまい込んだ。 それから3日が過ぎるがドラえもんは姿を見せない。ジャイアントスネオは旅行の話は、のび太の口からの出まかせと決めつけ、休断しようとする。一方で静香は、そんなのび太をかばい、ドラえもんがついているから大丈夫と二人の言うむちゃな、賭けに乗ってしまう。彼女に迷惑をかけられないと思ったのび太は、三人をブリキンホテルへ招待することを決める。 ブリキン島をすっかり満喫した一行であったが、突如ブリキンホテルが襲撃を受ける。ジャイアンの活躍で追い払うことができるが、そこでドラえもんが連れ去られた事実を知らされることとなる。4人がドラえもんの救出を決意した矢先、突如ブリキン島が動き出す。島そのものが大型の宇宙船だったのである。ブリキンホテルの主である少年サピオが、のびたたちの前に現れた。 彼は、チャモチャ星からやってきた、宇宙人で、ドラえもんを連れ去ったのは彼を追ってきたチャモチャ星の、ロボット軍隊だという。のびたたちはドラえもんを助けるため、そして、チャモチャ星の危機を救うため、星を支配する独裁者ナポギストラーに挑む。原作においては、ほとんどのロボットキャラクターが、ひらがなとカタカナを逆転させたセリフで喋る。この他に、コントロールルームで、 ブリキン島を操縦するロボットや家事を担当する人形型のメイドロボット複数が登場。ドラえもん映画作品。ありがとうございます。